皆さんこんにちは。プラモデル大好きけん玉お兄さん、ホームラン一郎でございます。お世話になっております。さあ今日も楽しくプラモデル作ってまいりたいと思います。今回皆さんにご紹介するキットは、ちょっとプラモデルちゃプラモデルなんですけど、ちょっと毛色がまた変わっております。こちらでございます。はい、こちら、エレキットと書いてあるんですけども、正式にはこちら福岡にある株式会社 EK ジャパン様から出ております、マグネシウム燃料電池カーでございます。はい、こちらですね、地元にある工作工房さんで販売されているところをね、購入させていただいたんですけれども、プラモデルというよりは実験キットの意味合いが強いものですね。この私もこの燃料電池っていうね、この響き、近未来の響きにねそそられてちょっと買っちゃったんですけども、なんとこちら、こういったもうこの車のデザインもかっこいいんですけど、これが電池じゃなく、炭酸電池とかじゃなくて、こちら塩水で走り出すということでですね、これがマグネシウム燃料電池という、この私にとっていい、ちょっとね難しい話はよくわからないんですけれどもね、これ書いてあります。マグネシウムと酸素と水で発電して走り出す燃料電池カーですということで、ランナーについてるんでね、プラモデル、プラキットにこちらのモーターとその発電の一式ですね、これを仕込んで、どうなんですかね、この電池をシャコッとはめ込んで塩水を垂らすことで走り出すと。はあ、なるほどなるほど。で、難易度は5段階のうちの1と、一番簡単だよ、で10歳ぐらいからできますよ、制作時間も30分ですよって書かれてますね。やっぱりね、実験キットみたいなね、意味合いが強いものになると思います。では早速中身を開けてみましょう。はい、箱から出してみました。こちらが組み立て説明書ですね。意外とちょっとページ数があって、普通のプラモよりページ数が多いので、私ちょっと戦々恐々としてるんですけども、はい。で、要はこの組み立てる段階のものと、こっちがそのやみくもに塩水作ればいいってもんでもなくて、やっぱり水と塩のね割合が、大事になってくるみたいなので、この走らせ方のマニュアルですね。動かないときはここをチェックなどね、はい、いろいろ書かれております。まして、塩もやっぱり使うんでね、このマグネシウムの板が錆びてきちゃったりするとよろしくないよってことなんでしょうけどね。これはまたちょっとね、おいおい読みましょう。はい、ね、はい、これ説明書ですね。で、こちら、あら、かわいい。クリアのこのボディと、これタイヤのパーツですね。そしてボディと電池。組み立て自体は多分あっさり、ボディの組み立てはシンプルなんでしょうね。はい、でこちらがその燃料電池もろもろのキットになりますね。はい、ちょっと開けましょうかね。で、シャフトとスポイトですね、塩水を垂らすためのスポイトだと思います。んで、こおお、なるほどなるほど。あ、電極ですって。黒色電極。黒い面はこすらないでください。へえ、はい、わかりました。そして、不織布。ここに、食塩水を染み込ませるっていう形なんでしょうね。はい。この銀色のが、マグネシウムシートですね。電極だ、マグネシウムだけじゃいけないんですね。やっぱ電気を発生させるこの電極が欲しいってことなんですよね、きっとね。はい、そしてこれがコネクタ付きのモーター。可愛らしいモーターね。もうミニ四駆のモーターの4分の1ぐらいの大きさですね。はいはい、それではですね、早速組み立てていきたいと思います。まずは何を始めるにも、とりあえずボディがないとね、いけませんので、まずボディの方を組み立てて、このモーターとかその大事な動力部分の組み込みに入りたいと思います。はい、作ってまいりましょう。組み立て自体はね、普通のプラモと同じだと思いますんで、このタミヤニッパーでいきたいと思います。はい。
で、このギア付きのシャフトをここにはめると。で、両脇にタイヤですね。前輪駆動なんですね。で、この何もないシャフトは後ろですね。はいはい。で、まあこのちっちゃい車輪が前輪、こっちちょっと大きめのが後輪みたいですね。はい、よし、タイヤの滑りは OK ですね。これでシャーシの部分は完成になります。はい、じゃあちょっとこれを開けてですね、よいしょと。で、このちっちゃいモーターの先にこのピニオンギア、可愛らしいピニオンギアをこうですね、まあ、まんまミニ四駆の取り付けの時と同じような感じみたいですね。ブス、はい、モーター、このコネクターの方向を間違えないように組み込まなければなりません。奥側が赤で、はい、そしてモーターを入った。でもって、ちょっとこのコードを中の方に、こういう乱暴に扱うと多分切れちゃうと思うんで、しっかりこうね。はい、よし、しっかりとギアも噛み合っております。さあ、このクリアブルーのボディを差し込みます。いいですね。うわー、かわいいけどかっこいいぞ、この近未来感。いいさ、最高ですね。かっこいい、かっこいい。さあ、そして残りのパーツ、これが燃料電池の部分になります。大事な部分ですので、しっかりと見ながら組み立てていきたいと思います。はい、でこちらにまずは、あんまり触っちゃまずいっぽいから、ちょっとこう袋の状態で出しましょうか。黒い面を上にする、黒い面をこのまんまいきましょう。はい、あ、ちょうどはまるようになってますね。よっと、はい。そして次、腐食、これ1枚だけじゃなくてちゃんと交換用のもついてるのがありがたいですね。はい、マグネシウムシートと、はい、でこれをちょっと向きようかって、こうか、よし。で、これをこの向きで差し込んで、よっ、で、こうセット、よし、完成でございます。あ、マグネシウム燃料電池カーの本体が完成いたしましたよ。要はこれが、この部分が燃料電池、先ほど挟んだ不織布に塩水を湿らせてることで、この電極、マグネシウムが化学反応を起こして電極に伝わって電気が起きて、それをこれガチャッとセットすると電気が起きて、シャーッとモーターが回るというですね。このままでもね、十分ミニカーとして殺そう、これで、これはこれで楽しいんですが、はい。さあ、いよいよでございます。こっからが実験のパートでございますね。塩水。これ、闇雲に塩水作ればいいってもんでもない。一
対5の割合が一番効率よく回ると。まあ潮が多くても発電するにはするけれど、1対5の時に一番効率よくできる、回るということですね。はい、ではまず潮水の方準備してまいりましょう。はい、それでは潮水の方作ってまいりたいと思います。まずこちらの計量カップ、ここに 10ml の線と、見にくいかな、5ml の線がありますので、 10ml に水を入れ、でおよそ 1ml が 1g として、お水の場合ですよ、らしいので、 1ml は 1g 換算でいけるらしいので、まあ塩はまたちょっとね質量とかの違うかとは思うんですけども、おおよそ、まあ、下のこの線で 2.5ml、 およそ 2.5 だとして、お水換算で 2.5 だとして、おおよそまあ1対5の割合になるんじゃなかろうかと思いますのでね。はい、まずはこれでちょっと大体なんか、はい、でこの中に塩を、濃いかな、はい、でちょっと溶けるまでかき混ぜ、ちょっと溶け残りはありますけれど、塩水完成しました。さあそして、スタンバイでございます。まずこちら蓋を取りまして、マグネシウムシートも外します。そしてこの不織布シートの上に塩水を垂らすんですけども、多すぎても少なすぎてもダメらしいので、湿る不織布が、ここの不織布が湿るぐらいで OK と書かれておりますけど、難しい、いきましょう。お、あー、こんなもんでいいか、一滴でいいのかな、よし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 、とりあえず食布は湿りましたので、これでマグネシウムシートを置いて、で蓋をして、はい、さあ準備はできました。燃料電池カー動くのでしょうか。それではこれを差し込んだ瞬間にうまくいけば車輪が回ります。行きましょう。3、2、1、 GO! スイッチオン。おお、回っております。来た、すごいすごい、お、回ってる、すごい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 、回ってる回ってる、おお、これすごい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 、お、結構な速さで回っております。すごいです、すごいぞこれは、よいしょー。あ、なんかやっぱりだん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 弱くなってますね。おお、ほほほほほ、来い、よいしょー、すげえ。でこれでこれを外すと止まると、おー、塩水垂らしてるだけなのに。もう一回いきます、スイッチオン。やっぱりだんだん弱くなんかなってできてはいるかな。すごい、なんかもうロマンありすぎでしょこんなの。うわー、うわー、いやすごいですね。なんか電池が入ってないのに結構な勢いでね、行きましたよね。でやっぱりこうだんだんやっぱり遅くなってきてるじゃないですか。なんでこれの遅くなってきたらやっぱりまた
塩水足しましょう。ここのこのここにホタホタ、どんなもんでしょうかね。ちょっと一回外してで、あーブラックメイトこれ見えますかね。マグネシウムのシートなんですけど、こっち上面です。これが電極と接していた部分です。もうおそらくこの黒ずみが電気と反応した証なんでしょうね。へー、ちょっとやっぱね、これがちょっとね削り取るとまたいいらしいので、ちょっとこれを削ってみましょう。ちょっと大まかに、この黒ずみを取ってみました。ではもう一度いきます。 3,2,1,GO! スチョン。あー結構な勢いで走っております。これが燃料電池。はい、2回目、やってみて、さっき削ったじゃないですか。で2回目起動させたらやっぱりまたこの黒いススみたいなのが増えてるんで、やっぱこれが塩水とこのマグネシウムのシートが反応して電気が生まれてる証拠なんでしょうね。やっぱ燃料、こうなんていうでしょう、必ずエネルギーが生まれるところにはカスがねできるので、有害物質が出ないんだけども、こういうススはつくのかなというところなんでしょうね。はい、やっぱり私の予想通りですね。この我々モデラーはこのススみたいのをこのスポンジヤスリで削ってあげればね、全然ピカピカになります。さあこれでもう一回ちょっとやってみましょうか。はい、よいしょ、いいですね。はい、エレキッドさん、マグネシウム燃料電池カーをご紹介いたしました。ね、これが本当にね、この手のひらよりもちっちゃいサイズで、この燃料電池っていうもののね、仕組みを学ぶためのね、すごく楽しいキットなんじゃないかなと思いました。僕もちょっとね、感動しました。本当に電池何一つ入ってないんです。こんなちっこいね、モーターを組み込んで、塩水垂らして、この鉄の板を挟んだだけなんです。それで走る。モーターが回るっていうね、仕組み、すごかったです。スイッチ、もう一回、ね、きっとこれ、本当にベストマッチな塩分濃度とかでやったら、シャーともっとよくね、回るんでしょうけどね、うちにちょっとね、キッチンスケールがないんですよ。キッチンスケールもね、買ってくればよかったんだけども。ねえ、今度はまたグラムで測ってきっちりやってみようかなと思っております。さあ、そしてやっぱりね、塩水を使うので、ほったらかしにしとくわけにはいかないらしいです。こんな感じで電極も優しく洗いましょうと。でこの4つのパーツも塩分が残らないようにしっかりと洗って乾かしましょうと書いてあるのでね、はい、じゃあこの遊んだ後は、私この後お風呂に入りがてら、こちらのね、燃料電池はしっかりとお水で洗って乾かしてまた遊べるようにしておきたいと思います。今回はマグネシウム燃料電池カーで遊んでみたのコーナーでございました。またこのエレキットさんのキット、私も探して、ね、他にもね、ソーラーバッテリーのやつもねありますのでね、それだけじゃなくて、本当水圧の、水を使ったその水圧の仕組みで、こうポンプの仕組みで動くおもちゃとかもね、いろいろあるので、またね、皆さんにご紹介できたらなと思います。ありがとうございました。よろしければ他の動画もご覧いただければ幸いでございます。